皆さんこんにちは。練馬ホットラインの時間です。キャスターの渋谷遥です。今回は練馬区観光協会が主催する街歩きイベント、練馬の練り歩き武蔵関コースを菊池涼子さんのリポートでご紹介します。こんにちは、リポーターの菊池涼子です。今私は武蔵関駅に来ています。今回は区民の方がガイドになって街を巡る練馬の練り歩き武蔵関コースに参加します。どんなところに連れて行ってもらえるんでしょうか。行ってきます。よろしくお願いします。練馬の練り歩きは区民ガイドが案内する人気の街歩きイベントです。これまでにおよそ200回、2000人以上が参加しています。今回ご紹介する武蔵関コースは、都会に残る水と緑の自然散策路をテーマに開催。武蔵関駅を出発して井口稲荷、武蔵関公園、千川上水などの紅葉と水辺を楽しめる13カ所のスポットを4キロ2時間半かけて巡ります。いよいよ出発です。私はですね、今日じゃんこちら歩数計を持ってきました。結構歩くということですので、いい運動になりそうですよね。一体どのくらいの歩数歩くんでしょうか。では行ってきます。どうして参加しようと思ったんですか。非常に好きでね、このコースがね、このコースであっていろいろコースがあるでしょ、去年は8コース全部終わって、そうなんです、皆勤賞ですか。すごい、楽しみましょう、はい、一緒に。あ、1つ目のポイントでしたね。最初に訪れたのは武蔵関駅の近くにある井口稲荷。これが井口稲荷ということです。街中にしては立派なね、真っ赤にまだ新しく塗ったばかりのような鳥居が8本かな、あります。で、これはですね、井口稲荷と言いますが、この辺り、井口さんという方が多くて、この辺りの名士みたいな方ですね、昔から。わあ、綺麗。ポイントにたどり着きました。2つ目は天祖神社東遺跡です。どんな説明してくださるんでしょうか。驚くことはやはりこの付近一帯はですね、1万年前以上から人が住んでたということです。その証拠としていろんな土器が出てきて、特にこの、ナイフ型の土器、こういうものを作って生活をしてたと。5カ所目のポイント、武蔵関公園です。今もう外側からもですね、あら、もう眩しいぐらい鮮やかな黄色の紅葉が見られますが、秋にはこちらの公園の紅葉は練馬区の素敵な風景100選に選ばれているということで、週末にはバードウォッチングの方が大勢いらっしゃるそうですよ。なんか鳥も撮ってるっていう風なお話を伺ったんですけど。撮ってるよ。何の鳥ですか。カワセミで。カワセミいるんですか。いるけど、今日はさっき10分前ぐらいまでいたけど行っちゃった。朝から何時間もって1回だけ来たのか。ムクの木にはムク鳥がよく来るって言われてる。練馬区ではその鳥が多いですよね。練馬区といいますと石神池が有名ですが、このような富士見池というのもあるんですね。あ、気持ちよさそう。イチョウも綺麗に輝いていて、水面にも映っていて、とっても綺麗ですよ。あ、こうやって街を歩いていると綺麗な、ね、こう川の流れを目にしたり、あとさっきはですね、たくさんどんぐりが落ちてたりしていたんですよ。普段なかなか歩いているときは見つけることができない景色をこの散策で感じることができています。見てください、季節を感じさせる柿も
発見しました。食べたいですあの練馬区は緑でもすごく有名なんですが、先ほども池ありましたし、こちらにも水が流れています。水も、ね、有名なところなんでしょうか。千川上水沿いを今歩いているんですけれども、ガイドさんが言うと単調な一本道なんですが、いろんなことを知ることができるんだなと思いますね。いやー、また雰囲気が変わりましたあ、今1キロぐらい歩いてきたんですが、続いては更新島についての説明があるということです。聞いてきます。これは更新島と言ってですね、正面金剛像、青い顔の青い像と書きます。これは厄除けのために効果がある。こちらが更新島ということなんですが、見てみますとこう怒ったような怖い表情をしていますね。結構歩いたと思いますので歩数計が気になるところですが、続いては立野公園を目指します。また置いていかれてる。私結構足疲れてきたんですが、皆さんお元気、待って。見えてきました。ここ立野公園ではどんなお話を聞くことができるんでしょうか。よろしくお願いします立野公園とっても広いですよね。子どもたちも元気いっぱい遊んでいます。ここ以前は野球のグラウンドだったということです。この立野公園の売り物の一つで、中国の庭園をここで作ってます。それは何でかというと、練馬区と北京市の海淀区という区が姉妹都市関係、そういう関係を結んでるんです。その時にここに碧桃樹という花桃の木を寄贈されたんです。それを記念してここへ植えて、中国で理想郷とされているお庭を作ろうということで、こういうスタイルになっています。今立野公園から出てきました、はい、あとどのくらいですか、ゴールまで。あと20分ぐらいかな。20分ぐらい、あった結構歩きましたね今日。あ、4キロですからね。そうですか。まあ、ちょっと長いコースですね、この、練り歩きの中でもね。いい運動ですよね、うん、でもね、やっぱりこういう綺麗な植物を見て歩くとね、時間を忘れちゃうと思うんですよ。だからもっとゆっくりね、時間かけてそこだけに絞って歩くのもまたいいかなと思いますけどね。2回目3回目の楽しみがありますね。そうですね。帰り道の途中、こちらは図書館です。さあ、どんな話を聞かせていただけるんでしょうか。図書館の前にですね、はい、地元の芸術家の方が作った像が飾られてます。まあ、これは練馬区のあちこちでね見かけるものですが、ちょっとここにもそういうものがあるということで、こう見るからにいいですね。2人の女性が向かい合って。あ、駅が見えてきました。いよいよ到着です。結構歩きました。足が重たくなった。到着ですよ。無事にスタート地点に戻ってきました。これからお話を聞いてみたいと思います。今回参加してみていかがでしたか。いや、ちょっと歩く距離長かったけど、本当にさっきの方おっしゃったように、緑、木がいっぱいあって歩いてて気持ちよかったですね。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日一日されてみていかがでしたか。私自身楽しくご案内できたかなと思います。私自然が大好きなので、特にね、武蔵関公園とか立野公園、あの辺、それから千川の流れのほとりね、この辺を私なりにご案内できたかなと思ってます。練馬の練り歩き始めても5年ぐらいになるのかな。まあ、いろんなコースがあります。で、新しいコースもね、我々探しながら研究しながら作ってます。
これからどんどん広げていきたいと思ってますし、まあ、今は春秋の行事になってますけれども、まあ、常時ねご案内できる体制ができればいいなと思っております。まだ時間がかかるかもしれませんけど、ということです。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。さあ今回は武蔵関コース、都会に残る水と緑の豊かな自然散策路、こちらを4キロのコースおよそ2時間半かけて歩いてきました。足はちょっと疲れてしまったんですが、ガイドさんの方と一緒だったら時間はあっという間に過ぎました。そして気になる歩数計なんですが、おお、1万1075歩歩きました。いい運動になりますよね。またですね、一緒に参加された方とのトークもとっても楽しかったですし、ぜひ皆さんも参加してみてください。今回の練馬ホットラインいかがでしたか。練馬区からのさまざまなお知らせや情報は毎月1日、11日、21日発行の練馬区報や区ホームページにも詳しく掲載されます。また練馬ホットラインは区ホームページや動画共有サイト YouTube の練馬区公式チャンネルからもご覧いただけます。それでは次回の練馬ホットラインもお楽しみに。練馬の魅力はよりより緑。